はい、こんにちは、長門香です。何度も動画にしてますけども、今年、発表される予定である iPhone11 ですね。まあそのデザインっていうのはもうリークされまくっちゃってるんで、ほぼほぼあれで決まりかなっていうふうには思うんですけど、それとは別で遊びというかまあ俺も見てて面白いなって思う、11のコンセプトデザインがね、出てきたので、お見せしていこうと思いますけども、あくまで、一般の方が作っているコンセプトデザインですので、あしからずというふうになります。すごいよね、画面が回り込んでいるからね。なんていうんですか、水滴のような、なんかこうベルベット生地の上をこうつるっていく水滴、ベルベット生地じゃねえな、その撥水加工されたこのところの上を滑る、水のような、もうトゥルンとした感じに見える iPhone に仕上がってますけども、俺これはダサいと思うよまあ面白いけどね、面白いなとは思いますけども。で、まあ裏側にした時がかっこいいかなというふうには思いますね。裏側にした時にこの、サイドフレームであったところまで画面があるのでね、そこが光ってなかなかかっこよくなってるなっていうふうには思いますけど、裏面にした方がかっこよく見える、表面の時には単純に面白いなっていう風なデザインですね。さすがにこのサイドからさらに回り込んで画面っていうのはちょっと使いづらいというか、ケースもどんなケースにしたらいいのっていう風になりますし、落とすのも本当怖くなってしまう。屋内でしかなんか触れないぐらいになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますけど、なかなかまあこういうものをさ、YouTube もそうですけど、いろんなところこう自分のこうデザインしたようなものを載せていくっていう人は結構いるんですけど、これは久しぶりにちょっと面白いものを見れたなっていうふうには思います。ちょっと面白いよね、カメラの並びとかも縦並びだしね。眼帯になってるわけですけど、11に関してはね、眼帯のような感じに結構幅のある真四角になっちゃうわけですけども、ここのコンセプトは1列ですね。ファーウェイ形式というか、そんな感じに出てくるという感じ。そうで、この並びだとね、ギャラクシーノート10も同じような、まあほとんど縦並びにするところは増えてきてますね。ノキア、散らせるノキアね、四角にしちゃう、眼帯にしちゃうアップル、そして縦に並べるその他のメーカーみたいな感じになんか最近なってきてますけども、まあメーカーそれぞれあるのはあれですけど、なんかな、やっぱな、そのやっぱこの裏面のデザインっていうのがどんどんなんかそれぞれかっこいいなって思えるものが減ってきてる気はしますね。なんかそこら辺はやっぱオッポなんかはかっこいいものやるなっていうふうに思ったりしますけど、オッポ、ビーボぐらいはなんかその加工の仕方とかも含めてですけどね、なんかかっこよさげなね、まとまった形に仕上げてるなと思いますけど、iPhone11 ですね面白い、これちょっと面白いね、コンセプトデザインが出てきたよというお話でした。はい、繰り返しになりますけど、これは全然その公式のものじゃなくて、 iPhone が好きな人がデザインしてるっていうだけのもので、その実現性とかそういうところ全く度外視のものですから、まあ多少ねこの4眼にするとかそういうところはなんとなくちょっと現実的な部分あるかもしれないですけど、ちょっとね夢を描いてるものなので、あんまり叩かないであげてください。個人的にはなんかまあ面白いなと、まあ使いにくいだろうなというふうに思いつつも、裏返した時にかっこよく見えるなというふうにね思いましたよ。サイドにだってボリュームキーがあって、要はサイドもこうディスプレイになってるわけですよ、タッチができるディスプレイになってるんで、その部分が
あのタッチ式のキーになってるわけです、ボリュームがね。さらにそのアプリのショートカットも、要はあのギャラクシーノート、なんていうんですかね、こういう感じでこれがこっち側のサイドのところの画面のところに並ぶみたいな感じで、なってるんでまあまあそれはそれで使いやすくはなりそうだけども、常にこう握って触った時にはやっぱさね、使いにくいだろうなっていうふうに思いますね、うん、まあまあ、 あの面白いものを考える人もいるもんだというお話でした。また見てな、バイバイ。